家電リサイクル受付センターの連絡先が今日5月30日から変更となっています。家電リサイクル受付センターは東京23区にお住まいの方と事業者から特定家庭用機器の回収依頼を受け付けています。特定家庭用機器とは冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、洗濯機、乾燥機、そして液晶やプラズマ、ブラウン管などのテレビを言います。受付は月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで。新しいホームページでの受付は明日31日午前9時からとなっています。回収にかかる費用などは受付センターでご確認ください。